こんにちは。主食はお米です。先日のガチャで、月賃を、くらった、サブアカウント。現在、石376個まで、増えてきましたが、お正月の福袋ガチャで、石300個消える予定です。残り、76個だと、まともに、ガチャが引けない。ということで、貯めていた、アンダー 28SS レアガチャチケットを、62枚回して、石を稼ぎたいと思っています。ニューカードを出す、目標は、50% 超えの、ズバリ、32枚は、出したいところです。それでは、ガチャを、回していきたいと思います。まずは、非、20連から。SS レアガチャチケットも、溜まってますが、気にしないでくださいわら。そのうち回します。幸先が、いいですねー。多分、使いませんが、連続、ニューカード。エフェクトなしわら。ヤス取りが出ましたわら。今さら、ハムハン。でも嬉しいかもわら。いろいろなところで、使えるので、ダブリ OK。このカード、使いませんが、なんかニューカード調子いいかも。またお前かわら。出てくんなわら。なんか、やっ取り率、どのアカウントでも、多いような。このカードも使いませんが、石がザクザクわら。急ではありますが、お正月に捕獲する予定だったわら。また、使わないカードですが、調子いいですねダブリ、OK です。スペダン、デュエルでも使えます。これも、使わないかなこれは、当たりですね覚醒させれば、強いですいらんかなこれも使わないカードですねまた焼き鳥わらおかしいだろう
2枚ぐらいならあってもいいかな。これは結構嬉しいですね。すぐに覚醒させます。火が終わったので次は水になります。多分使わないと思います。1枚あればたくさんかなー。ほぼ増えるようですねー。弱っはないんですが命中がねー。このカードも、なぜか、結構出ますねー。初期は当たりですねー。複数枚欲しいです。これも、お正月捕獲する予定だったんですが、わら。言うですが、使える場所が少ないのが、ネック。覚醒を、使ったことはありませんが、どうなんでしょう。使える場所が、ほぼないですわら。ないことはないですが、攻撃力が弱いわら。古文も少し微妙なので、いらんかなぁ。いりませんわら。覚醒させれば強いですが、1枚あればいいかなー。スアル雪です。少しだけ嬉しいですが、捕獲できるんですよねー。いりませんわら。それなりに使えると思います。古文で 10% 回復は魅力かも。2枚目はいらんかなー。1枚あればいいですわら。ほぼ使いませんが、ニューカードなので OK。 アルゴノートの方が良かったわら。水が終わったので、最後は森になります。
議ですわら。適応、普通かコロシアムで使えます。プチ、嬉しいかもわら。覚醒させれば、一応個分で使えます。これも、お正月、捕獲するつもりだったのにわら。ニューカードですが、使う場所がわら。複数かコロシアムで、使えないこともないわら。古文になるからいいかわら。最近使ったことがないですねー。ジュエル行くかなぁ。盾破壊が少なかったので、嬉しいかも。いりませんわら。このカードも、なぜか、結構出ますよねー。攻撃回数が、安定すれば、強いのですが。使わないカードですが、ニューなので OK。ジュエル、超合体カードが揃いましたわら。2枚目は、いらぬわら。このカードも、使わないと思いますが、ニューなので、OK。いやあ、2枚目は、いいかなあ。これも、使いませんが、ニューなので、OK。アンダー 28SS レアガチャチケット、すべて、回し終わりました。なんとか、目標のニューカード枚数、ギリ、達成です。これを全部、進化させれば、石が、400個近く貯まると思います。進化が、大変ですがわら。今はまだ、クリスマスイベントの捕獲で、忙しいですが、少しずつ進化させ、石を貯めていきたいと思います。クリスマス捕獲も、もうすぐ終わりですが、悔いの残らないように、皆さんも頑張ってください。それと、クマッピの販売は、12月31日までなので、忘れずに。ご視聴、ありがとうございました。